はアウトリガーズホテルズ現地営業の田島あさりと申します。本日はワイキビーチコマバイアウトリガーを皆様にご案内いたします。ワイキビーチコマバイアウトリガーはカラカワ通りワイキの中心地に位置しており、目の前にはロイヤルハワイアンショッピングセンター、そして道路を渡ってすぐワイキビーチがございます。どこに行くにもショッピング、レストランに行くにもとても便利なロケーションです。それではホテルの中ご案内いたします。それではワイキキビューのお部屋をご案内いたします。お部屋の中は、ハワイのローカルアーティストの作品がたくさん飾られております。こちらは海の写真家、ザック・ノエルの写真が壁一面に使われています。そしてこちらの壁には、アビゲール、彼の版画が飾られています。バスルームにも、他のローカルアーティストの作品が飾られています。こちらは1回1回抽出できるキューリックのコーヒーメーカーです。こちらはアラームです。このアラームなんですが、携帯の Bluetooth とつなげていただければスピーカーにもなるアラームです。このスピーカーなんですが JBL というとても音のいいスピーカーが内蔵されています。それ以外にもこのアラームのこの横に USB をチャージできる場所もございます。アウトリガークリーンコミットメントとはアウトリガーズホテルズのコロナ感染拡大防止対策です。医療専門家の指導のもと、世界的に有名な、ホスピタリティ業界の会社エコラボ社と共同でガイドラインを作りました。ハウスキーピング従業員は常に、トレーニングしておりますし、清掃の際は最新の器具、そして環境に優しい製品を使って殺菌しておりますので、お客様には安心してお滞在いただけます。エレベーターホールにはハワイ原生固有種の植物が描かれています。これはハワイのローカルアーティストエリン・イバーラがその植物が生息する標高と各階の高さを合わせたものを手書きで描いたものです。こちらパーシャルオーシャンビューのお部屋です。こちらはオーシャンビューのお部屋です。こちらはデラックスオーシャンビューのお部屋です。
ちらがもう一つのデラックスオーシャンビューのお部屋です。こちらはジュニアスイートのお部屋です。ジュニアスイートのお部屋は他のお部屋よりも広いです。そして、ベッド2台に、こちらのソファーはソファーベッドにもなります。こちらはワンベッドルームオーシャンビュースイートのお部屋です。こちらはハワイアンアロマカフェです。こちらのカフェは、朝食からオープンしております。お食事はアサイボール、フルーツがたくさん乗ってるワッフルなどがとても人気です。そしてお飲み物は、コーヒー、そしてアートを描いてくれるカフェアートも人気です。 SNS でも映えるスポットとしてお客様に楽しんでいただいております。こちらはマウイブルーインカンパニーです。ローカルに大人気のビールの直営レストランです。たくさんのクラフトビール、そしてビールに合うお食事が楽しめます。こちらの会場はオカイナボードルームです。コンフェレンススタイルでしたら10名ほど、そして円卓でしたら30名ほど入れる会場です。このように、小規模のミーティングから団体のお客様でしたら到着日のブリーフィングスペースとしてもご利用いただけます。こちらの会場はお下界ボールルームです。円卓でしたら80名ほど、シアタースタイルでは100名ほど入れる会場です。このように大きなスクリーンがございますので、ミーティングとしてもご利用いただけますし、団体のお客様でしたら宴会会場としてもご利用いただけます。ご視聴ありがとうございました。皆様のお越しをお待ちしております。マハロー。